皆さんは稲川淳二氏の怪談を聞いたことはあるだろうか。今や夏の風物詩の一つにもなっている稲川氏の怪談は、内容はもちろん彼自身の熟練の話術が人々をその世界に誘ってくれる。そんな稲川氏は過去に、テレビでよく見る除霊方法について完全否定をしたという。それは一体なぜなのか、ホラー好きの人は必見だ。超絶秘宝、稲川淳二、除霊なんてできた人なんて一人もいない。霊能者による除霊を完全否定。嘘もいいとこ。稲川淳二、霊能者による除霊を完全否定。かあ、いけ。なんて冗談じゃない。嘘もいいとこ。タレントの稲川淳二が2日放送の東京 MX、5時に夢中、に生出演。取り憑かれた霊などを追い払う除霊行為を真っ向から否定した。記事によると、お払いは簡単にできるものではなく、除霊できた人を見たことがない。霊はそもそもどこかへ行くようなものではないと、稲川氏が語っている。霊って、みんな、悪いって言うけど、親しくなると助けてくれるんですよ。実際、助かった話もいくつも聞いているし。と結論付けられていた。そもそも心霊などというものは存在しないのだから、除霊なんてことはできるはずがない。人は、だらそれで終わり。いや実際に除霊はあるよ。適当なこと抜かしてると罰当たるぜ。そりゃ、人に取り付く霊なんていないんだから除霊なんてできるわけない。せっかくいなくなったのに呼び込んでいるのは本人。俺でもわかる。霊言師法マンダラ、読んだらわかるが僧侶とか修行して強い仏や神と結縁してある人に頼む方がいいみたいね。稲川淳二が荒ぶり始めたな。何かが始まるのではないか。まず音量を感知できてその存在によりどのような影響があるのか説明できる人いるなら、優位さがきちんと認められるデータも取れるはずなんだよな。これ本当にその通り。霊を敵視してどっかに行け、っていうのが一番やってはいけないこと。いつもありがとうと手を合わせ感謝をしていたら、悪霊はいつか改心して守護霊になってくれるよ。時間はかかるけどね。だから、一回の除霊で霊がいなくなるというのは私は信じない。くさ、怖いな。シンプルながらどこから突っ込めばよいのかわからん秀逸なコメント。オダムドウも除霊はできなかったしな。オダムドウも言ってた。前にカミングアウトしてたな。本当に除霊ができる人は、どこかにはいるかもしれない。以前から稲川氏の霊感の有無についてネット上では話題になっていたが、調べた限り当人が公言した旨の記事はない。だがネットの中には当人が公言していたというコメントもあるため、過去に当人の口から語られたことがあるのかもしれない。池田貴族は必ず行くからと約束したのにまだ来ない。だから霊なんていないんだ。バイオ月検事。いや、除霊というのは悪いものが払われたという心理効果によって不安を取り除くもの。だから、本当に霊が取れるかどうかなんて実はどうでもいいんだよ。なるほど、そう考えればいい話やね。存在しないものを除くことはできない。よく神社でも高い金かけてお祓いするけどあれも意味ないのかね。お祓いは除霊じゃなく近寄らないようにする儀式だろう。霊がいる派の中で争うのはよろしくないんじゃないか。純ちゃん、長生きしてほしいんだ。まあ脳のエラーだし。一級さん理論。ただ単に語り手だった人がいつの間にか霊能者になってるよ。この人本業は工業デザイナー、その道では超優秀で功績多数、で、夏季限定のバイトで怪談話してるだけだから霊能者でも何でもないぞ。霊の存在は肯定なんだな。だろうね。神社で病気回復の祈祷みたいなの二人分頼んだら半年後に続けて亡くなった時は、お礼参りに背をかましてやったわ。霊っているんだろうけど見たことないわ。金縛りとか足音とかは聞こえたことあるけど寝てる時だから夢だろうね。起きてる時はないわ。お祓いする人で有名だった人でなんか最近亡くなった人いたよね。助かった話聞いたことないな。ファブリーズを忘れるな。バルサンタイとけよ。やっぱりヌーベイの鬼の手が必要だ。前もどっかでこれ言ってたような。稲川さんは自分には霊は見えないと言ったんだから霊能者を否定するようなことはしない方がいいと思うな。まあ俺も霊能者を信じてないけど。陰陽師の石崎博とか悲惨な最後だったみたいだな。月物落としの神社。武蔵御嶽神社。三峰神社。霊外よけがある神社。寒川神社。イルギ神社。蛇久保神社。阿佐ヶ谷神明宮。お祓いは3000円ぐらいで受けれるので試してみて。三峰神社は本当に登るだけでも月物取れるって言って。自分も登ったけど本当にあると思うわ。除霊とかは俺も全く信じてない。それでもそう感じた。霊はいない。信じるのは個人の勝手、というだけ。ああ一回言ったけど絶対にカメラのシャッターが降りなかった場所があったな。他を向ければ普通に映せるの。ちなみに寒川神社は有名で、知り合いもポルターガイスト現象が起こってお祓いしてもらってた。その後起こらなくはなったけど。って話を聞いた。ただ、除霊とかそういう話すると断られるらしいよ。埼玉県にある三峰神社は、関東最強のパワースポットと呼ばれるほど大自然に囲まれている。標高1100メートルの場所に位置しており、
公式サイトでは神域と表現されるほど、歩くだけで付き物が取れるのは、おそらく神様の領域だからではないだろうか。神社の評価も高く、日常の様々なトラブル防止に訪れている人も多いようだ。俺最後に一個言っとくが、カーって池は知らんがこっちが強いことを知らしめるのは効果ある。殴り倒す気蹴り倒す気その気持ちが大事、弱い奴はいかん。基本的に人間のが強いからな。ただの念の塊 VS 生き人形なら生き人形が勝つし、ただ気軽になると念の塊にすら負けやすくなるから良くない。生きる気持ちを強く持とう。俺が所用で夜中に墓の中を歩いていた時のこと。周囲にはもちろん誰もいない。それなのに、ひそひそ声や後ろから足音とか、その他、これでもかって心霊現象が連発して、おかしくなって霊に切れたら、心霊現象がピタッと収まったことあった。もう終わりだよ心霊業界。いいなこの話題、今後の業界がかなり楽しみだよ。霊能者とか霊媒師ってなんでいつもタメ語なの？お前はなんとかじゃろ？なんとかだよな？とか、あれ、なんで？絶妙なダブスタやな。本当は霊もおらんし、いないから呪霊も、そもない。本当に怖いのは生きてる人間ですせ。本当の心霊写真がある前提で話が進んでいく感じ。稲川淳二って階段だけじゃなく霊が見える設定なのかそれも嘘だろうけど。稲川さんは、上手下手は別にして、大変才能あるストーリーテラーであって、いますよなんてのもリップサービスよ。実はこの世界、仮想的なもので、まるで電子ファイルのように前方にゼロをつけただけで削除しましただったりして。いたこにマイケル・ジャクソン呼んでと言ったら断られた人を知ってる。ややこしい立ち位置なっててくさ。嫌だな、嫌だな。そんな簡単に除霊できたら怖くないからな。なんで落ち武者が最古で原始人の霊いないの？勝手に成仏したの？ミジンコとゾウリムシの霊は顕微鏡を使えば見えるの？ミジンコの霊は昼間雲を眺めてると見えるよ。霊じゃないだろ、ピンピンしてるんだから。うまい。わろた、霊の寿命が400年ほど。落ち武者の霊の目撃霊はある。紀伊半島の山中に行くと必ず立っている3人がいるそうだ。ただし、見に行くたびに体が崩壊しているとか新耳袋だったかな。原始人とかミジンコとかはあんまり現世に未練がないんじゃないかね。で行くのが当たり前すぎて。霊魂寿命400年説ってのがあったな。なので現在見える最古の霊は戦国期の終わりくらいという。霊にも寿命があるなんて夢のない話だよな。平安時代の天才騎士の霊はいないのか。夜の箸墓古墳で卑弥呼の霊を見た。くらいのキレっぷりを誰か見せてほしい。そうなんか。400年に何か理由あんのかな。400年もいれば時代変わりすぎて幽霊もついていけなくなりそう。そのくらいの時代差があるとコミュニケーションが困難となり波長が合わないというか認知できなくなるのかもな。霊がアナログ放送してるのに人間は地デジかテレビになってるとか。関ヶ原の戦いに関わる近辺の落ち武者霊などが2000年あたりから目撃霊が激減したことから推測された説であって、そう決まってるわけではない。霊の威嚇年が強ければ、もっと長くなる。現在も平安期、900から1200年前、の運用の目撃霊もある。もっともそこまで強大だと、御霊信仰の日本では、神社仏閣などで祀られたり、供養されたりして、怨霊から神霊に昇華してるケースが多々ある。中学の時に教室で友人とキューピッドさんをやってたら、キューピッドさんが帰ってくれなくなって、家がお寺の先生を呼んできて助けてもらったことがある。昔は霊暖房がなくて用を得るために怪談話をしたんだろ。本人がそれで救われるのならそれは除霊なんだよ。神様にお祈りして願いが叶った人なんて一人もいないっていうくらいナンセンス。ぬと 21g 減るのは魂の重さじゃないのか。日曜日の真っ昼間にマジで人間のままだけど人間じゃない子供を見た俺からするとなんとも言えん。あんなん一度見たら何も否定できん。自分の大婆がお祓いできるおばあさんで近隣市町村からも相談者が来てた。普通のおばあちゃんだから古い自宅で一人でお祓い、お礼は飲み物や果物。赤ちゃんの缶の虫取りとか不思議と聞いてたな。無料霊能者なら除霊できるよ。偽霊能者は法外な料金を取る傾向にある。本物の霊能者の鑑定料金は1時間1万円まで、それ以上取るのは怪しいと考えていい。亡くなった友達としか話してないことを言い当てられたことはある。病院でも治らなかった痛みがその人に見てもらってすぐに消えた。無料。お客さんに話を聞いて尋ねていったが四国の山の方の普通の民家のおばちゃん。宗教団体とやなくてただの霊能力を授かった人が個人奉仕みたいな感じでそういうのやってた人がいた気がする。悪い評判とか聞かなかったけど2年くらいやって疲れ果てた感じで辞めたと聞いた。儲けようとしてやってなかったし詳しくは書けないけど20年くらい前の話。大概の人には信用されないし、あまり話したこともないがまあ不思議なこともあるってだけ。少なくとも自分は楽になった。どうやらスレミンの中にも霊能力に縁がある人もいるようだ。ただ霊かそうでないかを見分けるには、どうすればいいのだろうか。森塩は聞くんですかね。起源調べてみ。
それで聞くと思うのなら信じれば、重力を無視する設定の割に宇宙空間をとてつもないスピードで螺旋運動している地球に寸分の狂いもなく追従するという離れ技を平然とやってのける幽霊とかいう超人。天才物理学者かおまけの軌道計算を瞬時にこなす頭脳とスーパーマンですら足元にも及ばない高速移動を顔色一つ変えずにこなす身体能力を保持している化け物だぞ。かあ、くらいで消えるわけがない。そう、彼らは高速移動するのよ。あれはマジでビビった。ゆらゆら浮いたりのそのそ歩いたりなんてしない。A から B 地点に瞬時に移動して先回りするから、そびびる。そりゃあんたの目が、脳が、見てるんだから地球の裏側までも追ってくるでしょ。二人同時に見るかい。二人が同時に見たってこと、二人で同じ錯覚をしただけ。UFO の目撃談なんかでもよくあるでしょ。まあ学生時代の動機が全く霊を信じないタイプだったけど、葬儀屋に転職してから完全にいるって言ってたな。個人的には残留思念みたいなエネルギー的なものなのかなと思ってるが、まあ義母愛子さんを信じていた時期もあるしなんとも。部族なんかでは霊とか聞かないな。ああいう人らは総じて精霊という不思議。そんな、怖いから除霊してほしいのに、じゃあどうしたらいいんだよ。それを言っちゃおしまいよ。バイトラさん。信じるか信じないはあなた次第な話はたまにあるからな。例えば数メートル先を歩いてた人が急にいなくなったり、不思議な動きをする警官が近くにいたから振り返ったらもういなくて、そこに枯れた花束が横たわってたり。まあ、人間界に生きてやいろんなことあるよね。除霊をはじめとし伝説のような類は、目の当たりにする人があまりにも限定的だ。そのため世間では、脳のエラーや妄想だと言われがちである。稲川氏同様、怪談を聞き語り楽しむ小説家の京極夏彦氏は次のように発言している。幽霊はいません。いないのですから、基本的には見えません。でも、見えてしまう人はいます。何かが見えてしまうこと自体は、別に不思議なことでもありません。ただし、それを幽霊と解釈するか否かということに関しては、見た人の文化的資質次第ということになります。幽霊という文化装置は非常に優れた機能を持っています。演劇や絵画を通して可視化した幽霊は江戸後期にキャラクターとして化け物に統合されます。それが明治から昭和にかけて再び分裂した、ということになります。本来、人だった妖怪は完全に人から離れた雑多なキャラクターとなり果て、子供たちにもてはやされるようになり、見えるはずのなかった幽霊は見えるようになり、写真に写り、動画にまで登場して怖がられるという、不思議な進化をそれぞれ辿ったことになるわけです。お化けなんてないさ。だけどちょっとだけどちょっと。もう稲川淳二の季節が来たか。稲川氏をはじめ、怪談を書いたり語ったりする人の多くはリアリストが多い。だからこそ、人を楽しませる怪談を考え語れるのかもしれない。さて次は、過激化する心霊系 YouTuber に稲川氏が物申す、という話題をご覧いただこう。当然、過激化する心霊系 YouTuber に稲川淳二からの警告、下手したら命を取られますよ。過激化する心霊系 YouTuber に稲川淳二からの警告、下手したら命を取られますよ。稲川氏を取材した記事によると、テレビの心霊番組は減少しているものの、心霊コンテンツへの需要は変わらず高いらしい。ネット上では心霊コンテンツが人気を集めており、稲川氏自身も2020年から YouTube チャンネルを立ち上げている。稲川氏は心霊コンテンツの作り手として、引き際と飲まれないようにすることが大切だとアドバイスをしている。他人を、スレイ感芸人は嫌いです。さすがパイオニアだな。後輩の YouTuber たちにナイスアシストしてる。そんなもん嘘ですってこき下ろすのは最悪、お前ら用心しないと命を取られるぞって怖がらすのがプロだ。本業がデザイナーの稲川さん。マジで？稲川氏は語り部だけでなく工業デザイナーの顔も持つ。テレビでも手掛けた商品が紹介されており、彼の能力の多彩さを伺わせる。実はバーコードリーダーや新幹線の検査機なども手掛けており、過去にはグッドデザイン賞も受賞している。商売がたき。ろくに警告。これ。稲川はもはやそういう感覚ないと思う。違うよ。廃墟とか心霊スポットってならず物の溜まり場だったり、アーさんの都合の悪いもの廃墟場所だったりするから危険な場合もあるんだよ。稲川淳二はそれをよく知ってる。あと、タイマミレの樹海清掃してたアルピニスト野口健がどういう目にあったか調べてみるといいよ。金魚が水増えたです。稲川さんは創作だからな。ある意味落語か。高田淳二の適当怪談。こういうので飯食ってる奴らがピンピンしてるんだから全く問題ないだろ。消えた人もいれば信仰宗教団体の教祖になった人もいていろいろ怖いよ。引き際は、そういう部分にも繋がってると思う。結局、長く続けられるのはレスラーや相撲取りの怪我が少ないみたいな話だし。つぶやき怪談、面白いんだけどスレッドにしてくれないから読みにくい。ゆきちゃんは名作。そんなことしても帰らないよ。神や悪魔だろ今はさ。生き人形が一番眠れるかも寝落ちに最適。やだなやだな。心霊より不老者が襲ってくるからな。
稲川自身が昔言ってたがカメラがデジタルになった途端心霊写真が撮れなくなったって告白してたのには笑ったな。48は名作ですね。あなたのシーンで何回もフリーズしましたよ。ヒバゴンシナリオは何だったんですか？長野県は今もトラウマです。この人の生き人形は面白かった。あれ YouTube で公開すればさらに人気出るだろうに。見えないからないとか写真に写らないからないとかは違うと思います。あるんですよ、あなたの知らない世界が。あーでもねえこうでもねえ、と。あまり心霊スポットなんて近づかない方がいいと思うわ。そんなもん信じてないからできるんだろ。あーでもない、こうでもないってやってたんですよ。やだなー怖いなー。階段嫌いなんだけど声が良くてすぐ眠れるから寝る前にごま団子聞いてるわ。でも必ず怖い夢見るから普通の朗読やってほしい。僕が、仕事的に。犬鳴き村とか樹海村とかやってるからね。というか廃墟は普通に危ないよね。あなたの知らない世界はマジで怖かったわ。制作費ケチってそうだったけど再現 VTR が本当に怖かった。散々食い物にしてるお前が命取られてねえんだから説得力皆無でくさ。路地原。池田貴族。触らぬ神にたたりなし。ライバル潰しだろ、YouTuber の方がおもろいもん。この人何言ってるか聞き取れない。商売が滝にはこ、シェア雇ってでも戦うぞってことなのか？稲川の体験談って酒飲んで夜中に目を覚ますと、みたいなのばっか。ただのアル中の幻覚です。15年ぐらい前は心霊スポットにマジでチンピラが溜まってた。個人では行かない方がいいわ本当。フィルムからデジカメになって心霊写真なんかなくなったな。心霊系 YouTuber なんているんだ。テレビにできない無茶やってくれるなら見るよ。まさにその無茶に対して、稲川氏は警鐘を鳴らしている。伝える方も聞く方も、ポジティブな感情やプライベートの充実が欠かせないとも語る。長年語り手として様々な経験を重ねたからこそ、語れることなのだろう。ゲームのサイレンのモデルになった廃墟による行ったりとか。とりあえずゾゾと馬が通る見とけば十分。火に油を注いでないか。生き人形はガチなの？稲川が命取られてないから大丈夫だよ。霊がいないってことだ。おっさんになったんでサイコパスやしょうもない、ほがやらかした事件の方がはるかに怖い。でもこの人の悪いは引き込まれる。事故物件に住んで実況する動画好き。ただのオカルトブームだったんだよな。稲川さんより北野誠の怪談の方が面白い。北野誠に関してはどんな怪談話よりバーニングのドンに睨まれた話のがよっぽど怖い。お稲荷様は怒らすと怖いとか、お稲荷様に一度お参りすると生涯を通してお参りすべしなんて話も私は素直に信じてしまうから心霊話は大の苦手だ。部下の御霊ならいいけど抱きに天はめちゃめちゃ怖い系だという人もいるね。稲川って日光機乗ったのに生きてるんだっけ？回避して代わりにスタッフかなんかが乗ったんじゃなかったっけ？稲順、私の仕事取らないでください。家帰ってきたら電気ついてたんだよね。あれ、おかしいな。電気消して出かけたのにな。どうしちゃったのかな？おじいちゃん。心霊が信用できない決定的な部分は、当時の衣装や装飾がわからなくて再現できないからか、顔だけしか出てこなかったり白装束でお茶を濁すところ。これは味わい深いセリフだ。ライバル方だと思うからないからやめろ、より趣がある。稲川さんって、そもそも霊感ないし、心霊体験もないとか言ってなかった？心霊系の動画おもろいよ。でもみんな結構場所かぶってるんだよね。年取ったら幽霊は全然怖くなくなったな。経験値でいないってわかるし、生きた人間が一番怖いと実感できるしな。という話を聞かせていただきました。命取られるって言うけど順次さ、お前も結構な歳だよな。取られてないよな。稲川、聞く。やばいよやばいよ。シークエンス畑山ってインチキ野郎もなんとかして。その心霊写真は怖い。霊感ないって公言してた人にそんなオカルトな話されても説得力ない。霊感ないのに体験談以上に多く、霊感ないのに心霊番組できてるとかいるとかインチキ霊能者に話し合わせてたお前が取られてないとおかしいやろ。実際に怪談は実話でも創作でも楽しめればいいという人も多い。ただ怖さや実話だけを求めている人にとっては、物足りない場合もあるかもしれない。幽霊がいるんなら、橋本環奈の脱衣場やトイレ幽霊だらけだろ。うちの地元のなんでもない空き家がデタラメな注釈付きで幽霊屋敷として紹介されてたな。そういや、こういうやつはたたられていいと思う。心霊スポットが怖いんじゃなくて心霊スポットにいる人が怖いんだよ。心霊的なものって別に実際危害加えられるわけじゃないからな。幽霊とかを見て怖がるであろう自分を想像して怖くなるっていう感じで。幽霊になったらあの世で裁かれるのに、この世にいるのは脱獄犯みたいな幽霊なんだろう。事故物件は近所に893や半グレ住んでる物件にも当てはまるし、心霊スポットもドキュンの溜まり場だったり反射がいけないことしたり見られたくないものを埋めたりする場所でもあるから、命取られますよという警告はあながち間違ってないんだよね。
稲川氏は階段を作るにあたり、多くの人の声に耳を傾け自分の目でも見てきたことだろう。少なくとも、下手したら命を取られますよという言葉からは、真剣さが伝わってくる。皆さんもホラースポット巡りをする際は、十分気をつけてほしい。さて次は、以前テレビに出ずっぱりだった稲川氏をあまり見かけなくなった理由をご覧いただこう。テレビに出っ張りだこだった稲川淳二をあまり見かけなくなった理由とは、稲川淳二が、舞台で日本の怪談を語るトークライブ、怪談ナイトを始めたのは20年前。近年は、日本最大級のロックフェスティバルにも出演し、ミュージシャンにも劣らぬ喝采を浴びている。全国を巡る怪談ツアーは、各地で10月まで開催される。稲川氏がテレビ出演を控えて怪談に専念するようになったのは、元気のあるうちに自分にしかできないことをしたいと思ったからだという。本来であれば60歳まではテレビの世界で頑張るつもりだったようだが、ボロボロになった状態で怪談を始めるのはファンの人に失礼だからだとも語っている。そこから専念すること20年。その異様を日本記念日協会から認められ、第1回公演日である8月13日が怪談の日として認定された。この人って滑舌が悪く話が聞き取りにくい上に怪談話自体も聞いてみると実は全く怖くないっていう。とりあえず提案なんだが、知り合いの知り合いに聞いた話なんですがね。この話の入り方はやめたらどうだ。リアル感がなくなって一気に嘘くさくなるから。私ね思ったんですよ。偽物の方が面白いから。今時怪談信じてるの情弱だけだろ。海でバーベキューしたり花火見て何が楽しいの、みたいな悲しいこと言うなよ。夏の風物詩を楽しむのもいいじゃないか。信じる信じないの問題じゃない。俺は幽霊なんて全く信じてなく、江原みたいな霊能者ってのは大嫌いだけど怪談や妖怪の類は大好きだよ。この間、あたし、怪談の名手、稲川淳二をテレビであまり見かけなくなった理由、なんてスレを見かけましてね、ちょいと気になって寄ってみたんですね。そうしたらなんだかスレの雰囲気がよろしくない。稲川淳二は何喋ってるかわからないとか、話を持ってるからつまらないとか言われてて嫌だな怖いなと思ってたら、今時怪談信じてるの情弱だけだろなんて声が聞こえてくるんですよ。その瞬間、冷や汗がわーっと出てきて、ああこれはダメだ、これは来てる。絶対振り向いちゃいけないと思うんだけど、いろんなとこから語は情弱、語の人気に嫉妬、って声が聞こえてくる。それで私もどうしても気になっちゃって恐る恐るスレをそーっと覗いてみたら。生き人形だけはガチ。それはタブーだ、やめろ。先ほどから話題になる生き人形は、稲川淳二氏の体験談に基づいた怪談の一つである。当人もお気に入りの怪談ではあるが、その話題に触れるとよからぬことが次々に起こったため今では口にしないようにしているのだという。というか、マジでこいつの言ってる会話は字幕ないとかなり聞き取りにくいから、話術としては最悪だろ。かといって怪談の持ちネタが豊富なわけでもないし、どっかで聞いた話を何度もしてるだけだし。話術として聞こえにくいトーンで喋って引きつけて、要点だけバーンとぶつけるってのがある。この人がまさにそれ。って言ってね。それで。わあ、怖いだろ。近くで聞いたらわあ、の部分でびっくりするかもしれんが、一度だけだろうな。で、結局何言ってたのかわからない。おじさんが叫んだ記憶しか残らない。早口すぎて何言ってんだかよくわかんない怪談。この人の怪談の 90% は人から聞いたのを持ってるからな。でもアナウンサーみたいな口調で怪談されてもな、伊集院が悪いとしての怪談に興味あると言ってたのでやってほしいけど。怪談、心霊写真。対象、昭和の道楽だから。今のデジタル時代には不要。それはお前の価値観な。どんな時代だろうと人間の好奇心はなくならない以上この手の需要が廃れることは決してないんだよ情弱さん。病気だったんじゃなかったっけ？最近またよく見るようになったぞ。今日なんて NHK と徹子の部屋だし。これしか仕事がない、かこれが一番儲かるかのどっち。最初は怪談だったのに、今は怪漫談になってるからな。もう見ても笑ってしまう。うわ、やだなぁ。テレビ出演は名を売るため。ある程度のゲート知名度があって呼んでもらえるなら地方興行してた方が儲かるんだろ。自分が主役になれるんだし。テレビで出ても1シーズンに自分の特番に3番組かワイドショーの枠に数分呼ばれるだけだろうし。少し早口で話す。少し小声で話す。のはテクニックだよね。聞き取りにくいから無駄口叩かずに聴衆が集中して聞くんだろうね。シーンとしてボソボソ語ってるのが雰囲気出るんだろうな。お前らのせいで怖がるどころか、笑いをこらえるのに必死な話になってしまった。あれ変だなぁ、おかしいなぁ、そんなわけないんだけどなぁ、嫌だなぁ、怖いなぁ、何かなぁ。まああれだ、3.11 以降海難事故ネタはちょっとな。今日、金曜ロードショーでポニョやるけどな。あれってトンネルくぐって向こう側に行く話。トンネルくぐって向こう側に行って帰ってくるのが、千と千尋。トンネルくぐったまま帰ってこないのが、ポニョ。
この人の眠れない話見たけど仕切りがめちゃくちゃ上手くてビビったわ。稲川氏に対する様々な評価はあるものの、当人は自分の怪談に、もう一度聞きたいと思わせる面白さを追求しているのだという。満足することなく高みを目指す稲川氏の怪談は、多くの人を魅了している。ツアーを開始する夏頃に向けて、その年の早くにはもうすでにいくつもの公演が完売している状態だ。浦安鉄筋家族のイメージが強すぎる。舞台、生ライブだと雰囲気込みだから早口でも小声でも結構大丈夫でしょ。実際見に行ったけど落語みたいな面白さがあってよかった。テレビだと芸が雑になってすり減らすってのがわかってるんだろうな。今年も普通に出てるよ。チューブより長いだろ、夏限定。脳内で保管しながら聞くという超永久ヒアリングが求められるから聞く側の日本語力が問われる。例えば、日本語を習得した程度の外国人には絶対無理。島田秀平の方が怪談話聞き取りやすいしオチがしっかりしてる。自分には霊感がないと言っておきながら心霊写真集で解説している人。吉本だけ出てる番組見るくらいなら稲川淳二に話してほしい。俺が難聴なのかと思ったら聞き取れない人多数で笑った。今回は稲川氏の怪談への熱意や考え方に焦点を当ててきたが、いかがだっただろうか。種類豊富で様々な世界に誘ってくれる彼の怪談が、これからも長く続くことを願ってやまない。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは稲川氏の怪談の中でお気に入りの怪談は何ですか？そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。